愛子さまの大学卒業とその未来への一歩。皆さん、こんにちは。さあ、その華やかな瞬間と愛子さまの未来について一緒に見ていきましょう。3月20日、東京目白の学習院大学にて愛子さまの卒業式が執り行われました。愛子さまは桜色の振袖に紺色の袴を身にまとい、その姿は多くの人々にとって記憶に残る光景となりました。式の中で愛子さまはこれまでの大学生活を振り返り、最後の1年間をキャンパスで過ごすことができたことに深い感謝の意を表しました。特に新型コロナウイルスの影響で最初の3年間はオンライン授業が主であったため、直接友人や教授と交流できた最後の年を非常に貴重なものと感じていたそうです。卒業式の後、愛子さまは記者の質問にも笑顔で応じ、多くの素晴らしい友人や教授に恵まれ、充実した学びができました。これからの社会人生活に向けて、皇族としても一個人としても学んだことを生かしていきたいと語りました。愛子さまの卒業は単なる学生生活の終わりではなく、新たな始まりの象徴です。学び者を離れ、これから社会でどのように活躍されるのか、その一歩一歩を見守っていきたいですね。卒業に際して愛子さまに贈られる祝福の声も特別なものがありました。式典には多くの学生や教授、親族や友人が集まり、その中で特に心に残るメッセージが数多く寄せられました。愛子さま、これまでのご努力と学びに心から敬意を表します。未来への歩みに幸をおからんことを祈りますという言葉が参列者から贈られました。卒業式では愛子さまが所属していた文学部から特別な寄せ書きが贈られました。これには愛子さまと共に学んだクラスメートや教授たちがそれぞれの思い出や感謝の気持ちを綴っています。4年間共に過ごした時間は私たちにとってもかけがえのない宝物です。愛子さまの新たな旅立ちを心より応援していますとのメッセージが記されていました。愛子さまはこれから日本赤十字社の嘱託職員として、さらに多くの社会貢献活動にも参加される予定です。学びの場を離れ、公的な役割を果たしながらも社会人として新たな挑戦を始めるわけですね。これは単に職務を遂行するだけでなく、多くの人々に希望や勇気を与えることにもつながるでしょう。愛子さまの大学生活は、世界中が新型コロナウイルスという未曾有のパンデミックに見舞われる中でスタートしました。このパンデミックは多くの大学が対面授業を中止し、オンラインでの学習に切り替えるという前例のない対応を迫られる事態となりました。愛子さまもまたこの変化の波に乗り、最初の3年間はほぼ完全にオンラインで授業を受けられました。オンライン授業とはインターネットを通じて教室に行かずとも自宅や他の場所から教育を受ける方法です。これにより学生と教師は画面を通じて互いに交流することになります。初めのうちは技術的な問題や通信の不安定さ、対面でのコミュニケーションが困難であるなど多くの課題に直面しました。しかし愛子さまはこれを乗り越え、自主性と独立性を高める大きな機会として捉えられました。オンラインでの学習は自ら学びを進める力を強く求められるため、愛子さまは自己管理能力を大いに発揮されたのです。この期間、愛子さまは教授やクラスメートとの定期的なオンラインミーティングを通じて学問的な議論を深めるとともに、クラスの一員としての結束を保ち続けました。またオンライン授業の利点として、世界中のさまざまな資源へ容易にアクセスできることもあり、国際的な視点も身につけられたといえます。さらに新型コロナウイルスの状況が改善されると、愛子さまは大学のキャンパスに足を運び、対面での学びを再開されました。この経験により、デジタルとリアルの学びの重要性とバランスの取り方を学ばれたと考えられます。コロナウイルスの影響が和らぎ、対面の授業が再開された最後の年、愛子さまのキャンパスでの学びは以前とは異なる新しい充実感をもたらしました。その充実したキャンパス生活と友人との交流、さらには学生生活の思い出について
深く掘り下げてみましょう。愛子さまが最終学年に戻ったキャンパスは、オンラインでは味わえなかった学びの場としての魅力にあふれていました。キャンパスでの学びとは、教室で直接講義を受け、実際に手を動かして実験や実習に参加することができることを意味します。これにより理解が深まるだけでなく、学問への興味や探究心も一層強まります。愛子さまは特に文学部日本語日本文学科での深い議論に積極的に参加され、和歌や古典文学における洞察を深めるとともに、教授や他の学生たちとの知的な交流を楽しまれました。このような議論は思考を刺激し、新しいアイデアを生み出す源となります。友人たちと過ごした時間は愛子さまにとっても大きな支えとなりました。彼らとのディスカッションは異なる視点を学ぶ貴重な機会であり、多様性と包容力の重要性を体感する場となったのです。キャンパスでの対面での学びと交流は愛子さまにとって人としての成長に欠かせない経験となったことでしょう。また重要な位置を占めたのが卒業論文です。愛子さまも学問的な成果として卒業論文を執筆され、そのテーマは中世和歌の研究でした。今日はこの卒業論文とその中で扱われた中世和歌に焦点を当てて詳しく見ていきましょう。中世の和歌はその表現の豊かさや歴史的背景が色濃く反映されているため、学術的な研究においては非常に価値の高い研究対象とされています。愛子さまは中世和歌が持つ美しさと、それを通じて伝えられる感情や思想に魅了され、深く研究を進められました。愛子さまは式子内親王の和歌を中心に掘り下げられました。式子内親王は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての女流歌人であり、その作品は情感豊かで知られています。愛子さまは式子内親王の和歌がどのようにしてその時代の人々の感情や社会状況を映し出していたのかを、文献調査と詳細な分析を通じて明らかにしようとされました。この研究において愛子さまは多くの古文書や古典文学の専門書を精読され、和歌の形式や使われている言葉の選び方、その文脈の深さについて緻密な解析を行いました。また和歌が持つ教訓や表現の繊細さを現代にどう生かすかについても考察され、その洞察は学術界からも高く評価されました。卒業論文の執筆はただ文献を調べ分析するだけではなく、その知識をどのように組み立て新しい視点で解釈を加えるかが求められます。愛子さまは中世和歌の美しさを再発見し、その価値を現代に伝えるための新しい方法論を提示されました。この努力は和歌だけでなく日本の文化遺産全体の理解を深める一助となりました。愛子さまの卒業後の進路は多くの人々が注目しています。特に愛子さまが選ばれた道、それは日本赤十字社での嘱託職員としての勤務です。今日はこの新たな役割について深く掘り下げ、どのように社会貢献をされるのかを見ていきましょう。日本赤十字社は災害時の救援活動や医療支援、血液事業など幅広い分野で活動している組織です。その使命は人々の命と健康を守り、より良い社会を築くことにあります。愛子さまがこの組織で働くことを選んだのは深い使命感と社会に対する強い責任感からです。卒業後、愛子さまは特に災害救助部門での業務に携わることになりました。これは自然災害が発生した際に迅速かつ効果的に援助を提供するための重要な役割です。災害救助の仕事は非常に困難であり、強い心と体力を必要としますが、愛子さまはこれに対する深い情熱と準備を持ってこの挑戦に臨まれました。愛子さまの日々の業務には緊急時の対応計画の策定や救助訓練への参加、そして地域社会との連携強化が含まれます。これにより愛子さまは日本赤十字社の目標達成に向けて具体的なアクションを起こし、組織内外でリーダーシップを発揮されています。また愛子さまは公的な活動においても赤十字の理念を広めるための役割を果たされます。
各種メディア出演や公的なスピーチを通じて、人々に赤十字の重要性と自らが参加するプロジェクトの意義を伝えています。社会貢献においては、愛子さまの影響力は計り知れません。愛子さまの行動一つ一つが多くの人々に良い印象を与え、他の若者たちにもボランティア活動や社会参加の大切さを教えています。特に若い世代の中には、愛子さまのように社会に積極的に貢献しようとする動きが広がっています。続いて、愛子さまが皇族として、そして社会人としての責任をどのように果たしているのか、また公務と仕事をどのように両立しているのかに焦点を当ててみましょう。皇族としての務めとは、国内外の公式な行事に参加し、国を代表して様々な儀式や式典に出席することを含みます。これには皇室の伝統を守り、国民との強い絆を保つ役割があります。愛子さまはこの重要な役割を若い頃から学んできましたが、大学を卒業してからはこれらの活動にさらに積極的に関わるようになりました。一方で、日本赤十字社での嘱託職員としての仕事も社会人としての愛子さまの責任の一環です。ここでは災害支援や健康促進のプロジェクトに携わり、具体的な社会貢献活動を行っています。この二重の役割は多くの努力と時間管理を必要とし、そのバランスを取ることは簡単なことではありません。公務と仕事の両立に向けて、愛子さまは非常に効果的な時間管理を行っています。例えば、公務の予定が入っている日は赤十字社の活動を他の日にスケジュールするなど、柔軟に対応されています。また、どちらの責任も重視しながら、必要な時には適切に優先順位をつけ、効率よくタスクをこなしています。さらに、愛子さまは皇族としての務めと社会人としての役割の間でどのように自分自身を調整し、ストレスを管理しているのかについても学びを深めています。精神的・肉体的健康を保つために、定期的な運動や趣味の時間を持つことでバランスを取り、高いパフォーマンスを維持しています。公務と仕事の両立は、愛子さまが社会と皇室の架け橋としての役割を果たす上で非常に重要です。このバランスを保ちながら、皇族としても社会人としても高いレベルでの責任を果たすことは、国民にとっても大きな意味を持ち、多くの人々にとって模範となっています。愛子さまがどのようにして国内外の社会的影響を与えているか、そして最近発生した能登半島地震に対する哀悼と支援のメッセージについて深く掘り下げます。愛子さまは国内外の問題に対して積極的に声を上げ、具体的な支援活動を行うことで多くの人々に希望と勇気を与えています。日本は能登半島地震という大きな自然災害に見舞われました。この悲劇的な出来事に際して、愛子さまは速やかに哀悼の意を表し、被災者への深い同情と支援のメッセージを公に発表されました。この度の能登半島地震で被災されたすべての方々に心からのお見舞いを申し上げます。そして、亡くなられた方々とそのご家族に対して深い哀悼の意を表しますという愛子さまの言葉は、多くの人々に感動を与え、一緒に乗り越えようという結束力を高めました。さらに、愛子さまは日本赤十字社を通じて被災地への具体的な支援活動にも参加されました。供給物資の配布、医療支援、心のケアなど多岐にわたる支援を行い、被災地の復旧と復興を支えるための活動に積極的に関わっています。国内だけでなく、国際社会においても愛子さまのこのような行動は高く評価されています。国境を越えた災害支援や国際的な協力の必要性についての発信は、他国との連携を強化し、国際的な人道支援のモデルとなっています。将来に向けて、愛子さまはさらに社会的な影響力を拡大していくことが期待されています。災害支援だけでなく、環境保護、教育、公衆衛生など様々な社会問題に対しても積極的に関与し、持続可能な発展と平和のために努力を続けることでしょう。愛子さまの学びの旅は終わりではなく、新たな章の始まりです。
社会への深い影響、国内外での活動、そして将来的な留学や進学の可能性について、皆さんはどのように感じましたか？この動画が皆さんにとって興味深いものであったならば、ぜひコメントでご意見を共有してください。愛子さまの活動が日本国内外にどのような影響を与えるか、また皇族としての役割と個人としての成長がどのように社会に貢献していくのか、皆さんの考えを聞かせてください。そしてもし今回の動画がお気に入りでしたら、チャンネル登録を忘れずにお願いします。登録することで愛子さまに関する最新の情報や他の多くの興味深いコンテンツをお届けします。動画が気に入ったらぜひグッドボタンを押して支持を示してください。今後も皆様に価値ある情報を提供できるよう引き続き努力してまいります。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。